はい、というわけでこちら左が、オースデッキの萩森各選手、そして右が、MED を使用する逆ですか、ね、逆かな、そうですね、逆っぽいですね、萩森さんが右ですね、はい、あ、すみません失礼いたしました、はい、ちょっと名前が逆になっているんですが、左が、森田進選手、そして右側が萩森各選手となっております。さあこの逆接オース対 MUD なんですが、まあはい、一般的にはどういったところをポイントにして戦いが進んでいくマッチになるんでしょうか。そうですね、 MUD 側としてはやはり先手を取れれば、まあ、抵抗の補給ないし、まあ、制限カード2種で相手の、まあ、初動を抑え込んでっていうのがベストな形になると思うんですが、うん、そうですね、まあ、ただ萩森さんの場合で敵がハイブリッドなんで、まあ、逆説自体は若干 MUD には不利、ただしオースの面が MUD に対して有利っていう形に働くので、ちょっとそこがどういう風に噛み合うかなんで、ゲーム展開がだいぶ変わるんじゃないかなっていう。なるほど、ありがとうございます、まあ、そういったところがこの、逆説的な結果ストームとオースのハイブリッドにしている理由の一つでもあるというところですかね、はい、やはり MUD といえばもうヴィンテージでは一大勢力ですもんね。そうですね、うん、そしてこの MUD を使用しているのが元ヴィンテージ神森田進選手であるということですね。ただいま試合前のシャッフル中となっております。勝負は日本選手で行われます。先に2回勝利した方が決勝への進出ということになりますね。さあ両者、シャッフルが終わってでいよいよ準決勝開始となります。さあヴィンテージの試合はね、もう本当に一瞬でカード展開されますからね、ぜひ、はい、視聴者の方もお見逃しないようにお願いいたします。さあもう間もなくスタートだとは思うんですが、さあちょっとですね試合の開始遅れているようですのでお待ちください。はい、あ、始まりましたね。さあ森田選手はマナーしかなく、マナーが多すぎたのかなように見えますね。さあ萩森選手もマナーがですね、一瞬ワークショップとモックスあって、そうですね、いいハンドかなと思ったんですけど、ロケットスタートかと思いきや身がなかったといった感じですかね。さすがにマナーだけあっても MUD だと困ってしまうので、先ほど見たような10フォーハンドですね、いわゆるもうコンボが揃ってしまっているとそういう状態の手札が欲しいところですが、さ森田選手はこれも、まあ、マナが多めですが、あ、モリゴンしましたね。何も縛れないのを嫌ったんですかね、うん、対して秋森選手はキープのようですね。やはりこのマナを増やす、まあ、いわゆる妨害的な戦略を取れるのが MUD の強みだと思うんですが、はい、ですね、妨害カードをこのマッチではやはり最重要視していくんでしょうか。そうですね、基本やはり逆説なんで、うん、まあ、モックスパラドックスからのまたモックス連打っていう形だけは避けたいパターンになります。なるほど、なるほど。ただスフィア1枚ぐらいだとちょっ
と乗り越えてくるっていう部分もあるんで、もう一枚重ね張りしたいところですかね。そうですね、もう一枚何か欲しいところですね。森、うん、森さんの反応がどうなのか。さあ、しがないということが、うん、さあ対して竹森選手はダーグラウンド C からアンセストラルリコールで3ドロー、うん、しかしコンボパーツは今のところ近畿の果樹園しかなさそうですね。 そうですね。ただあれはさあここで見知らずファクトリーを引いて2マナで抵抗の補給、なるほど、あちょっとずれてますね、うん、2マナを払って地下の占い駒、さあここで蜘蛛の大地を引いてさらにもう1枚、うん、これはかなり良いですか。そうですね、不毛の大地もありますので、うん、まあ土地を割りながら見知らずファクトリーで殴っていくっていうパターンも、うん、なるほどなるほど、さあ全ての呪文が2マナ増えると、そうですね、ちょっとそうですね、萩森さん、ただ土地が一応3枚見えているんで、うん、ちょっとついてはいけそうな感じですかね、はい、さあここでイニシエの墳墓森田選手引いている気がします。わあここでさすがに4マナをきっちり潰しにいくパターンですね、そして3枚目の抵抗の補給、これはどうでしょう。これはちょっともう萩森さん動けないですかね。なるほど、さあマナアーティファクトを唱えるにも3追加で叱らなければいけないと。そうですね、まあ、もう1枚よければ一応ソルリングは出せそうですが、さあここで見知らずファクトリーを起動して森田選手殴りに入ります、はい、さあ選手なんとかしたい状況ですが、ただハンドにハーキルですかね、うん、あれは、あなるほど、これが打てれば、そうですね、ハーキルをで、まあ、どかせればその隙に動ける可能性はありそうですね。なるほど、さあこの全てのアーティファクトを手札に戻してしまうハーキルの召喚術ですね、これを打ちたい状態で、まあ、ここはソルリングかマナクリプトですか。マナクリプト出してますね、そして合計5マナでソルリングも出していく、はい、そうですね、これでマナがだいぶ楽になるので、うん、さあここでファイレクシアの破棄者をドローした森田選手ですが、そうですね、まあ、ソルリングを止めに行くのかどうかですが、バニアルクロックはトークンを含めれば4点と、そうですね、はい、なかなかハンドに監視者もいるのかな、そっとクリーチャー化したとき、まあ、4点はいりますね、うん、ここでターンを返しましたね、何もせずに、あというよりも抵抗の補給が自分に刺さってます、なるほどこれ逆にマナの面で萩森さんがアカデミーのおかげでだいぶ楽になってますね。このマナクリプトはセーフと、うん、さあここでハーキルの召喚術、うん、逆説があるんで一気にここで行くつもりですね。さあこれで抵抗の補給すべて手札に戻って、あカウントを開始しましたね準備始めましたね、うん、ただ萩森さんのデッキ、まあ、ストームがカウントするカードは多分ほとんどないんで、うん、これまあ多分マナカウントでしょうね。マナ管理ですかね。さあここで逆説的な結果で戻してドロー。フォードローですか。さあマナも増えれば手札も増えると。ここそうですね。オースが吐きたんで。うん、連打してますね、さあマナクリプトから
ソルリング、そしてマナバールト、そしてここからさらにマナを増やしてもう一発か、あ、ボルトがもうあるんだな、ボルトをとりあえず置いておいて、さあここでタイムバルトキャストしてからのさらに逆接決め結果これで通電式キーを引ければ勝負ありと、そうですね、ほぼ、うん、ほぼというか確定ですね、ミュービー側は多分妨害もできないんで、うん、さんヌルロットはメインでは取ってなさそうですし、なるほどなるほど、うんうん、そうですね、まあここで揃ってしまえばもうどうしにもならないパターンですね、さあ再度同様に展開していきます、はい、まあ、あでも中、いやじゃあ用語するか、 ありますね、うーん、まあこれは多分掘り当てられそうですね、さあセイレンの花びらを起動して用具もすの石、まあこれ以上はっていうことですねさあここで試合終了、1本目は萩森選手が、勝利しました、ここからサイドボード戦に入っていきます、そうですね、これ萩森さん後定番を取れたのはちょっと大きいですね、なるほど、亀井選手決定戦では追加順位が上の方が先行後攻の決定権がありますので、森田選手1位通過の先行跳ね返したと、ね、そうですね、不思議と挑戦者決定戦後手番が8位からまくるっていうパターンが多いんで、うん、そうですね、確かに鳥海選手も、そうですね、自分も前回8位抜けでそのまままくったっていうパターンだったんで、うんうん、基本ヴィンテージ本当に先行有利なんですが、うん、まあ、なんか何やらジンクス的なものがあるのかなっていうあとこれ期待していきたいですね、さあサイドボード後なんですが、先ほど、古見さんもおっしゃっていたヌルロット、はい、無のロットですね、これがかなり鍵を握ってくるんでしょうかね、そうですね、ただヌルロットが刺さるものはあくまでパラドックスのルートなんで、これがまたオースのルートから来られると今度なるほど墓掘りの檻が欲しいなっていう、非常にちょっと配分が難しい感じなんですかね、はい、これ7枚足せるかなというのがしてしまってもという感じですよね、ちょっと本来のね、デッキの機能もありますので、そうですね、いかは、いらないカードっていうのはあるんですけど、例えばこういった場合 MUD 側はどういったカードをサイドアウトをすることが多いんでしょうか、そうですね、まあ、単純に、まあ、森田さんのリストですと、うん、まあ、通中造上の体調とか、まあ、単純にサイズを上げる、まあ、あと単純に自爆できないなるほどテクリチャーは、うん、まあ、極力抜いてもいいのかなという感じですね、ナチュラルにドリドの近いの条件を満たしてしまう上にはあまり役に立たないといったあれですが、はい、あ、萩森さん側は、うん、そうですね、まあ、さっきもゲーム決めてました、ギセラも取れますし、うんうん、まあ、うん、結構取れるカードありますね、うん、MUD のエースクリーチャーと言っても差し支えないでしょう、この歩行バリスタですね、これを先ほど無効化するためにギセラが入っているというお話でしたね、これは楽しみですが、さあ、これはどうだろう、これでもマリガンしてきましたね、かなりクリーチャーもいる、でそうですね、いけそうな感じもあったんですけど、ここは厳しくマリガンしていきましたね、何かの基準がやはりあるんでしょうかね、うん、対する萩森選手は吸血の享受者、逆説的な結果などが見えますね、あまり爆発的にマナが増えそうではないんですが、うん、まあ、ただ堅実に
必要なカードを探しに行くような展開になりそうですね。森田選手今度はキープしましたか。これは魔術望遠鏡があることでキープしたようにも見えましたが、どうでしょう。あ、でも無のロットがありますね。あ、そうですね。なるほど、ロットがあれば、うん、さあまずはこの極悪土地ミシュラズワークショップから無のロットアーティファクト能力起動できないと。さあここで不毛大地破壊していく、うん、あります、うん、まあ、強持者ですね、うん、ここ。さあここで上に乗せるのが、うーん、手札に土地がどうだったのかちょっとわからないんですけど、うん、まあ最悪土地というプランまであ、でもアンリコかな今。アンセストラルリコール今捨てました。土地がまあ多分あるんでしょうですかね。さらにここで魔術攻撃鏡、あ、そうですね、これでしたら、うん、あ、フェッチラップ出ましたね、やっぱり、うん、さまずはシアン、ホンダから。さあここでこれはコンボパーツを発見、両方ありますね、これ綺麗に、うん、さまずは近畿の果樹園から手札に加えて次のドローがトルネの近い。そうですね、あ、6マナで何もできない、何もできない、マナはあるが、さあここでドレードの近い通ってしまう、はい、さあ森田選手どうなる。あとは完封どうにかできないとあればといったところですが、ですけど、あ、ワークショップ3連。さあここで能力が誘発して、まあ、グリセルかギセラーです。うーん、さあ何が出てくる。どっちだろう。ただどっちが出ても非常に辛いですね。さあ森田選手何も手札がないのか。ただめくれないですね。あれだいぶ落ちていく。おっとここまで、わあギセラがめくれましたが、まあ、2ターンあれば、うん、さあ10点クロック。さあかなり手札が減りましたが、とはいえまあ、タイムオフが落ちてるかな。落ちてるように見えましたね。となると、しかしここでネイチャーズクレーム自然の受けもありますが、はい、どうなんでしょうね。おそらくメタモーフがいると思いますんで、うん、まあ、それに対して残すでしょう。なるほどなるほど。無理に割りにはいかないと思います。ダイレクシャーのです、ね、ここで破棄者、うん、まあ、ただこれは多分グリセルブランドと言ったんでしょうね、うん、これは。さあ、まあ、言ったそばから引いてますね。ドロッシャのグリセルブランド、はい、しかし場にはもう現状グリセルブランドより恐ろしいこのギセラですね。そうですね、2ターンでゲームが終わってしまうんで、うん、これに対抗できる手段がおそらく森田選手ないですかね。そうですね、萩森さんがに何もなければ、あのファイレクシャーの変形者でギセラをコピーという形でブロックには回せるんですが、これはネイチャーズクライムもハーキルも引いてますんで、なるほど、なんとかなってしまうんですね。いかようにも、あとディスカードして、ああ、ただ土地が引けてないから設置が切れないんですよね今、うん、しかしこの10点ギセラ止めることができるのか。あ、これは覚悟決めたんでしょう、うん、さあここで勝負が決着と、はい、準決勝は萩森各選手の勝利でした。いや、2戦続けてギセラでこの勝利強いですね。